どうなるんだろう。名古屋城へお参った。これよりは名古屋おもてなし武将隊演武の時じゃ。こたびの出陣は前田利家様、わし加藤清正、前田慶次殿、友足軽陣合隊東馬夏である。我らの演武の時間は15分ほど。最後の写真撮影まで存分にお楽しみくだされ。演武の開始に際しまして、時の声を上げてまいります。前田利家様がいざ出陣とおっしゃいましたら、皆様方は右手の拳を大きく掲げ、おーと一声お願いいたしまする。皆の者、拳を掲げよう。参るぞ。いざ出陣。およみがえりし者の集団。本日は
現世という天国の世を生きる皆様方にたくさんの敵とありったけの勇気を精神誠意お届けする所存でございます。世は太平なり、その暮らし楽にあらず、民は必死に生きております。そもそもは400年前天国の世と何も変わりませぬ。故に方々は蘇る。ここはどこじゃ。戦場にございまする。ここは桶狭間か。違いまする。ここは三方ヶ原か。違いまする。では刑事、ここは長篠か。違うの。ここは関ヶ原か。違うの。絵はどこじゃ。日の本の国、平成の世の合戦場にございます。面白い。皆の者、出陣じゃ。加藤清正である。いや
天が無双が終われわしがもらい受ける。我欲を捨てし文武の将、織田家先鋒にして加賀前田家当主、前田利家。先人となり突き進む神よ、我らは前田又左衛門と知恵なり、せー皆の者、名乗りを上げよう。我ら名古屋おもてなし武将隊、今ここに呼び返る。はぁ、誰も考えることなかった天下、これが信長様の夢でございます。あれから400年、再び夢を叶えるべく我らは蘇りました。秀吉が信長様の夢を引き継ぎ、この国を整えたんじゃ。はっ、源那徳川家康様が作りし言葉じゃ。武器を伏せて太平なんとする、その精神は今もなお続いておる。ですが今もまさに戦国太平になれど、皆様も苦しい戦をよう戦っておられると聞いております。ゆえに我らの話を聞け。戦国の世の我らがどう戦い、どう生きたか。今日は何の話じゃ。はっ、末盛城の戦いにございます。さよか、皆の者、しかとその目に焼き付けよ。様亡き後、秀吉と徳川殿は天下の覇権をめぐり争っていた。徳川殿に同調したさっさなりまさは、羽柴方の戦力である我が居城末盛城を襲撃した。ケイ様、おやめください。止めるな、トーマ。そう申されましても、ソシエ様に厳命されておりまする。おじきは白状者じゃ。ソシエ様も本家の方々は説得中にございます。どうじゃか、おじきは奥村殿を嫌っておるんじゃ。見捨てるつもりなんじゃ。ソシエ様はそのようなお方ではございません。どこどけ。ケイ様、ナツ、なんじゃその格好は。ケイ様、ナツもお供させてください。分かっておるのか、末盛城は今激戦の戦いだぞ。分かっておりまする。よけてみよ。次は本気で参る。いや、気に入らん。いつたばは女の遊び場ではない。心得ております。いつた男の務めじゃ。刀は古い、槍は古い、命は奪う。じゃが女は家を守り、子を産み、命を育てる、それが務めではないのか。それだけではございませぬ。ならば申してみよう。腹が減っては戦ができませぬ。何、老女はすでに長きにわたっておると聞いております。だからうまいものをちゃんと食べていただいて、礼儀を養っていただきとうございます。それが私の戦働きにございます。夏、腹が減ったの、うまい握り飯を握ってまいれ。お主の戦働き、このわしが試しておる。はい。お
恐れながら申し上げます。なんじゃ。どうしてもトシエ様の命を破り生き様へ行かれると申されるのであれば、それなりにこの体を貫きくださいませ。何故そこまでする。勝手な行動をすればトシエ様とケイジ様の仲違いのきっかけになりかねません。そうでなくと橋場勢と徳川勢が睨み合いを続け、それが戦国なんじゃ。それでもわしは武将の皆様が酒を酌み交わし笑い合う姿が大好きでございます。トーマ、陣笠二人に一本取られるとはな。これは仕返しじゃ。わしはおじきの命を待つ。ありがとうございます。ケン様、トシエ様からの伝令です。なんじゃ。出陣せよとのことです。できたか。はい、できました。よし、戦場で来るじゃん。ナッツ、トーマ、リッツァー、はー、この前田球児、命に変えても十五以上守ります。やる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 。この度は名古屋城へ今まで行った。我ら名古屋おもてなし武将隊は現世よみがえりし以上皆と寄り添うて生きていきたいと考えておる。それこそが現な演武の心。共に手を取り生きてまいる。太平であるが永久に続かんことをここに祈る。皆の者、あきるでないぞ。勝利の前祝いじゃ。勝つと協議を。はあ、名古屋とここに集まりし皆々の明るい未来に向かって勝ち取っちゃそれ。えいえいあえいえいあえいえいあ。我らはここに蘇る。我らはこの時代に生きる。皆の声を聞いた。必死に誰かを幸せにするために戦い続ける。皆の声を聞いた。だから我らはここに蘇る。どんなことが起こったとしても共に苦しもうではないか。共に悩もうではないか。共に喜ぼうではないか。共に楽しもうではないか。共に生きようではないか。我ら名古屋おもてなし武将隊、はい。
がとう患者。我らは名古屋おもてなし武将隊。この名古屋を世界一の観光都市にすべく日々さまざまなエクストをしておるんじゃ。例えばこたびのような土日祝日はこの名古屋城二の丸広場で演舞を行ったりであったり、また平日は一武将一陣方で皆をもてなしたり、ラジオ戦電波戦さまざまなエクストをしておるの。さようじゃな。ちなみに我らのこと初めて見たよ、初めて聞いたよ。気持ち悪いってくれ。なんじゃと。おいおい、もう帰るぞわし、こんなんじゃと。説明していこう。さようか。まあぜひな、そういった者たちのために非常に良いものがござる。神宮祭や例のもの瓦版を配ってまいれ。両翼から配ってまいる。こちら我ら名古屋もてなし武将隊について簡単に続いてある。現世で申せばリーフレットでござる。こちらのただで配っておるや。欲しき者はな、消耗いたせば全員配ってもらう。手を挙げよう。ちなみに名古屋城初めて来たよちゅうもの。おお、ありがとうさんじゃ。実は我ら名古屋もてなし武将隊全員10名おるんじゃけど、この名古屋城お隣名古屋能楽堂という場所にて今しかた舞台を我々本格活劇をお届けいたしよう。絆と申す東海テレビなどと共戦いたして今ちょうど行っておって、三英傑と呼ばれる織田信長様を筆頭とした他の5名が今ちょうど能楽堂の方におります。こちらにおわす前田利家様、我がおじえの主君である織田信長様が主軸となって舞台を届けておるんだな。こたび昼の陣もありますな。さようじゃ。昼の陣というものを昼から行っているものを今お届けしておって、この後18時以降にも夜の陣という本格活劇がある上に、だいたい南の川覚えたからみんな来てくれるな。待っとるでな。いろいろ当日券も販売しとる。ぜひともな、興味持った者たちはこの朝陣の方な、よろしゅうお頼み申す。お頼み申す。詳しくは今配っておる瓦版、こちらにもな、絆の戦の内容は、ホームページこちら、飛べば確認できるので、みなみなそちらを確認いたして、ぜひ参陣いたしてくれ。待っておるぞ。さあそしての、はい、こんだけ天気がいいわけだ。名古屋城も桜が向こうもだいぶ咲いてきた。あのゆえんのこんな、お花見日和のこの日に集まってくれたみなみながどっから参ったか聞いてよ。あ、ええー、ですか。ではないか。聞いてもよいですか。よし参ろう。ではこの尾張を中心といたして、東の方から関東北信東北果てよ、北海道からやってきたよって持ってあげてくれ。よっしゃ、よっしゃ、当てていくぞ。はい、手が下がった。大体日本人手が下がる。ここでまだおるぞ、開けておるものが。どこじゃ、どこじゃ。探してくれ、真ん中あたりにおるぞ。はい、はい、もう一回手を挙げて。そうじゃ。じゃあそこのなんか髪色がなんか緑臭い女子。臭くはない。緑じゃないのか、それは。いい匂いじゃ、きっと。そっちじゃない、青色なのか。さようか、すまんな。どっかにやってまいった。北海道、江戸から、よーまいった。ありがとうさんじゃ。北海道どこじゃ、ちなみに。旭川から。さようか、我らも一回だけ行ったことありますが、一遍に捨ててまいったことござるんで、実は。よし、ようまいったな。どうじゃ、名古屋城は。あ、これから回るところか。であればこの後、本丸御殿といったな、国宝にも指定された復元工事をしているものがござるでな、ぜひともそちらも見ていただきたい。こだみはようまいったな。ありがとうさんじゃ。ケンジは北海道とな、この我々がおる名古屋はゆかりがござる。何故でございましょうか。熊の掘り物あるじゃろ。熊の北海道の民や。なんでわしが喋っとる時に後ろに。おじきおじき、今瓦版もらっとったから。熊の置物あるじゃろ、掘り物な。木の有名なやつ、みなみなも知ってると思うけど、あれ実は尾張のものが、北海道に行って作ったものなんて。おお、なるほど。故に、昔から、北海道とな、この名古屋はゆかりがござるので、ぜひそちらの縁を大切にいたして名古屋を回ってみてくれ。ありがとうさんじゃ。ありがとうさんじゃ。このさあ、では続いてもう一つ聞いてまいろうかな。あ、木本さん、聞いてまいれ。はい、では我こそは西から参ったよというもの、手を挙げ。西から来たもの。西から来たい。終わり、名古屋を中心として西、九州。あ、おるぞ、刺してまいれ。そしたらば、さあ、おぼじんや、どっから参った。福岡、九州。筑前の力よ、参った。いや、ようござった。福岡もな、我ら行ったことがござるんじゃ。
沿線として我らは全国に回ってこの名古屋の周知をいたしておるわけだが、筑前というと何が美味しかった？ラーメンですかな。ラーメンじゃな。豚骨ラーメンが非常に有名。ただここ尾張名古屋も実は縁所名古屋と言われとって、名古屋飯の中で味噌煮込みうどん、あんかけスパゲッティ、カレー煮込みうどん、きしめん、そうじゃな、もう何でもござるじゃ。お主らの土地に負けぬくらいうまいものがたくさんあるでな、ぜひそちら麺類をぜひこの名古屋の地で食してくれ。麺類を知ってますよ。豚骨ラーメン誇ったところに麺類を知ってる。そして気温はさ、強気だ。この名古屋城でも麺類食せるな。あ、もうすぐそこの岸辺でありますの。さようじゃ。あとは正門近くにも食事所がございますな。ござるのでな、ぜひそちらで、南田賞味いたしてくれ。さあ、ということでな、だいぶ南田との絆は深まってきたんじゃないかな。はい、深まりました。これさらにな、南田と我らの絆深めてまいりたいわけじゃ。ということで、これよりは写真撮影の時間じゃ。よーさあ、これよりはな、我々真ん中に陣形を組んでまいる。お主ら写真機を取る南田構えて、我らの姿を写真に収めてくれ。そして夏や A のものを開いてまいれ。お主らにな、感謝の言葉がござる。さあ、では開け。どどどどどどーん。ようこそ名古屋。改めて皆の衆、ようまい来てくれた。ありがとうございました。さあ、こちらの言葉とともに我らの姿を収めて、できればな、お主らのからくり機でつぶやきでやってくれ。拡散してくれ。じゃあやってくれ。おう、しまいろ。5 4 3 2 1しまいにござる。ありがとうございます。ありがとう。鳴き声が。そしたらな、我ら怖くはないぞ。さあ、では続いて向かって右翼型行こうかな。さあ、みなみな構えよう。参ります。5 4 32 1しまいにござるよ。さあ、向かって、左翼側の南にお待たせいたした。参ろか。5 4 3 2 1しまいにござる。ありがとうさんじゃ。ありがとうさんじゃ。なんとこの後は、我ら好きな武将と写真が撮れるという、なんと写真撮影第2弾よー。さあ、こちらの説明は加藤清正、お主がいたしてまいれ。あ、これよりはこちらにおます前田利家様、前田慶次殿、そしてこの足加藤清正、この3武将の中から好きな武将を一人だけ選んで写真を撮ることが可能なのじゃ。うん、にこたびは縦にな、列を作って参るがゆえに、今、後ろに立っている者たちはちっと下がってもらいたいのじゃ。今、立っておる者たちや、我らの前にな、お主を